いつの頃からかな、私があなたと一緒にいることを意識し始めたのは、短気でおっちょこちょいで口が悪くて単純で、でもとてもしなやかで強い人。もしずっとこの旅が続くことを願っている気持ちが私の中にあるなんて言ったら、あなたは驚くかしら。私たちの行き着くところはどこなのか、もうじき終点が見えてきてしまいそうで、それが怖い。小さな頃から辛いことがたくさんあったのに、あなたが負けずに生きてこられたのは、きっとお父様とお母様から
たくさんの愛をもらって育ったからね。だから言葉には出さなくても、それがどういうものか、いつも私に教えてくれる。私、あなたに会えてよかった。本当に、よかった。
何を悩む。良い仲間に恵まれ、戦うべき敵がいて、磨くだけ力を増す肉体が残されている。これほどの幸せが他にあるか。迷わずに行け。目覚めて後、ここまで歩いてきたではないか。男だろう。踏み出したその歩みを止めてはいけない。自らの意志で歩みを止めるとき、それこそが真の敗北だ。行け。次から次へと足を踏み出せ。男が倒れるべき場所。歯を食いしばり、道中いかな醜態をさらそうとも、そこへたどり着いてみろ。それが勝利だ。ははは。そんな顔をするな。
偉くなったぞ坊主。父さんが家へ帰るたび、母さんの背中に隠れてたチビがたくましくなったもんだ。覚えてるか、母さんのためにお前と作った裏庭の畑。お前とはもっと。
どう？Thank you.
ぞ。こうして私たちの戦いは終わりました。人の力により呼び起こされた神は再び人の力によって眠りについたのです。一夜明けたウェールズには気持ちの良い風が吹き、昨日までのことがみんな夢の中の出来事だったような気がしてしまうほど。そして時は流れ、皆さんにお別れを。ハンサムな吸血鬼さんは騒がしくなってきた世の中に少し疲れたみたいで、トランシルバニアのお城へ帰り、また一眠りするそうです。今度は何百年後に目を覚ますのかしら。おやすみなさい。良い夢を。ウルトラ仙人のおじさまは乱れた中国の風水を立て直すために上海へ戻っていきました。たくさんのことを教えてくださって本当にありがとう、おじさま。もうあまり無茶はなさらないでくださいね。売れっ子破壊工作員のお姉さまはパリの自宅へ帰ると言っていたけれど、もう次の任務が入ってるって笑っていたから、今頃またどこかで大活躍かも。かわいい不良の坊やはアメリカにいるというお父さんに会うためサウサンプトンから船に乗りました。やっとみんな一緒に暮らせるんだね。幸せになって。祈ってるから。そして私もお母さんの待つチューリッヒへ向かいます。もちろん彼と一緒に。
あの魔術師が最後に言い残したように、たとえこれからどんなに辛い冬の時代が訪れたとしても、私は生きていきます。新しい家族と。